近代陶芸の父として知られる陶芸家河北半兵衛氏の作品を集めた企画展が行橋市で開催されています。行橋市増田美術館で開かれている河北半兵衛氏展。半兵衛氏は企業経営に携わる傍ら、陶芸や書画の分野でも才能を発揮し、東の魯山人、西の半兵衛氏として近代陶芸に多大な影響を与えました。また建築地域の陶芸家らとも深い親交があり、企画展には半兵衛氏の遊び心あふれる茶碗やユーモアのある書画など39点に加え、親交のあった作家たちの作品も展示されています。企画展は12日まで開かれていて、担当者は地域に根付いた作品を多くの方にも感じてほしいと話しています。